はい。おはようございます。沖縄おばばです。今日すっごい天気いいです。はい。えー、気温も25度ぐらい上がるということで、えー、今日はちょっと長袖をやめてみました着るのはい。暑いです。那覇市は。はい。まあね、えー、通常、通常、まあ、これ通常通りなんですけどね。はい。 えー、まあ、2月ぐらいから本当は25度超える日があ何日かあ,あるっていうのが、あまあ、通常の那覇市なんですけど、今年はでもね、2月は割と、そういうことはなかったですね。<laughs> はい。えー、まあ,あー、ちょっとね、えー、もうそろそろ、半袖準備だなぁとお、しみじみ思いました。 はい。えー、今日ね、まあ、まあ、ニュースをね、見ててね、いろいろ思うことはあったんですけど、はい。えー、なんというかね、はい。まず、まず最初にね、えー、卵ですね。えー、てりたま、はい。てりたまマックが、ああ、たらったったったーのね、てりたまマックがあー、店頭から消える店舗が、あー相次いでいるとのニュースでございました。はい。まあ、当たり前ですよね。再三取れなきゃ、それはメニューから外しますよ。 はい。えー、多分ね、これね、え鳥、ー、インフルの一時的なあれだって言ってますけど、どうなんでしょうかね。はい。えー、これ以上上がることはないんでしょうかということです、えー。ただしですね、えー、資料ですね、資料。はい。餌関係ですね。えーは、は、不足してるのは、あまあ、何度も言っているように、まあ、これ農業のね、 の農業の肥料ですね。肥料やら飼料や全般です。不足あります。はい。で、値段が倍ぐらい上がってるっていうのは、あとんでも、あの、皆さんもご存知の話だと思います。はい。えー、これでね、えー、どうなるかですよね。まあ、価格は落ち着かないと思います。はい。えー、まあ、安くなるってことはないんじゃないかなと思います。今のままでいけばね。はい。えー、まあ、 金融のね、あのー、銀行の方のね、歯の淡々ですね。破綻も始まりましたしね。アメちゃんで、えー。今後ますますね、いろんなものが厳しくなってくると、はい。私は思います。まあ、準備をしてる人はあ、そんなに慌てなくてもいいですけどね。はい。今後ますます多分厳しくなってくると思います。はい。まあ、節電、節ガスね。いろんなことをやれると思います。あとね、まあ、 食べるものも、まあ、こん、こん、今度ね、まあ、見直した方がいいですよね。はい。えーまあ、そういうことです、えー。どんどん上がってきます。生活がどんどん大変になりますよということですね。はい。えー、マックも多分ね、あ、えー、げるでしょう。そのうちに。はい。やっていけないんですのでね。えー、このままだと。はい。 まあ、そういうことでございます。はい。まあ、安い方に流れていく人っていうのは一定数い,いるんですけどね、どうしても。はい。安全なものよりもね。ええー、まあ、これもね、うん、あれなんですけど、はい。まあ、今の状況じゃ仕方がないかなと思います。まあ、安全で安いものっていうのもあるんですけどね、探せば。はい。探せばあるんですよ。まあ、探す手間ですね。 探して、まあ、ちなみにね、沖縄では、地元産のね、自然栽培のお野菜が、普通のスーパーのお野菜とそんなに変わりない値段で買えます。はい。私届けてもらってますけどね、えー、そんなに高くはないです。はい、えー。なのでね、まあ、この際だからね、そういうものに変えてもいいとは思います。ただしね、 えー、宅配でこれを取り寄せようとなると、やっぱりね、えー、宅配代がかかるんでね、えー、大変なことになりますけど、はい。まあ、農家のね、お友達に感謝、感謝でございます。はい。えー、そしてですね、えー、なんと言うか、あ、タカちゃんですね、タカちゃん。はい。女性議員のね、<laughs> さなちゃんでございますね、さなちゃん。はい。えー、まあ、いろいろ問題になってます。<laughs> それでもってね、まあ、いろいろ私のことが信用できるないんだったらね、質問なんかしなきゃいいとかなんとか言ってねえ、問題になってますが、私思うんですけどね、はい、えー、あれなんですよ、あの、政府の、アウト政府のね、書いた文章を、 信用できできるんですかって感じなんですよね。私から言えた。まあ、さなちゃんを擁護するわけではないです。はい。あの人も私嘘ついてると思います。はい。でも、あのー、せーの風のね、文章を全面的に本当に、えー、信じていいのかどうかっていうのは疑問が残りますよね。はい。捏造しますから。はい。え一言。はい。捏造します。はい。 アウトセーフはね。えー、だってね、ついこの間もありましたよね。こうなんちゃらの捏造問題がね。はい。えー、なんかね、えー、悪気はなかったって言ってて、えー、ね、えー、わかんない人の数をね、食べてない人の数に入れちゃってたっていう善科がありますからね。はい。まあそういうことでございます。まあ絶対、まあ私はもう鼻から信用しておりません。鼻から。 はい。人間ですから。はい。理由は簡単で人間ですから。神様じゃありませんからね。国も。はい。国も人間の集まりです。はい。人間というのは間違いを犯します。はい。えー、間違いを犯さない人間はいません。神様以外はいませんのでね。はい。人間なんで、えー、間違いを犯します。なので、捏造もあるでしょう。そりゃ。はい。 えそういうことでございます。まあね、昨日も報道したように、あの、報道あったようにね、はい、えー、なん、なんて言ってもね、あの、国の機関であるね、地方の自治体がね、はい、えー、固定資産税のね、資料をね、えー、闇業者に売っ払ってたっていう、あの、事案もありますからね、はい、えー、絶対信じられませんよ、人間のやることは。はい。えー、まあ、信用してもいいですけど、100%ではありません。 そういうことです。<laughs> まあ、後からね、えー、発覚してね、あごめんご、んごーっていうのが、関の山でね。はい。そういうことでございます。えー、本当にね、えー、大の大人が何言ってんだって思いますけど、あの、答弁なんか聞いてるとね。はい。えー、人間のやることは信用できませんよ。はい。まあ、間違いは絶対ありますから。はい。 まあ、そういうことでございますね。はい。もう聞いててアホらしくなりましたけど、まあ、あ普通の人はみんな信じてるんでしょうけどね、100%。私は鼻から信じてません。はい。そしてね、えー、信じられる人、これはいるんですよ。信じられる人っていうのはね。ただし100、100%ではないです。はい。90、はい、えー。よくて95ぐらいですね。あとの5%は、まあ,あ、ちょっとね、えー なんていうのかなあ余地ですね。そういった余白部分ですね。えそういうのも残ってます。はい。えー、そういうことなんで、えー、まあね、えー、人の集団ですから、政府もね。はい。人っていうのは間違いを犯すもんです。はい。そう思ってれば間違いありません。はい。まあ、そんなこんなでございますね。 で、まだね、あのー、私のね、番号のね、あのカードがうんちゃらかんちゃらって報道してますけど、はい。えー、まあ、間違いを犯しますから、はい。そういうことです。はい。それでは、あ皆さんね、今日も楽しく元気に過ごしましょう。沖縄おばばでーした。